飲み会にて大学で心理学を研究していたという男に対し的外れなことを言う男。俺さ、今気になってる子いるんだけど、なんか好きな子を振り向かせるラインテクニック的な、モテテク的な、そういうの教えてよ。認定心理師ならなんかいろいろ知ってんでしょ。いや、認定心理そんな知らん。ストップ。ポピュラー心理学。こんにちは、認定心理師の高野祐介です。前回の講義で記憶の多重貯蔵モデルについて解説しました。このモデルによれば、記憶は感覚記憶、短期記憶、そして長期記憶に分けられるんでしたね。しかし、このうちの短期記憶に関して、短期記憶は単なる受け身的な貯蔵庫ではなくて、情報に対して積極的に働きかける柔軟な側面もあるという批判を行った研究者たちがいます。そしてその研究者たちは、ワーキングメモリモデルというのを提唱しています。記憶シリーズ第3回の今回は、ワーキングメモリについてです。というわけで今回の講義では、ワーキングメモリ。これについて5分でわかりやすく解説していきます。ぜひお楽しみください。バッテリーとヒッチは、短期記憶は食器棚や本棚のような単なる入れ物じゃなくて、推論、学習、理解といった人間の認知的活動において重要な役割を果たす記憶であると考えました。そして短期記憶という言葉の代わりに、作業をする記憶、すなわちワーキングメモリという言葉を使いました。さらにワーキングメモリは、性質の異なる3つのサブシステムから構成されるとも考えました。3つのサブシステムとは、視空間スケッチパッド、音声ループ、そして中央制御部です。視空間スケッチパッドは、目から入ってくる情報を扱います。一方で、音声ループは、聞き取った内容や自分が話している事柄といった耳から入ってくる情報を処理します。そして中央制御部は、視空間スケッチパッドや音声ループからの情報を統合して、不適切な情報を排除するといった情報の整理や調整を行います。ちょっと何言ってるかわからないと思うので、具体的に説明します。僕たちは普段、周りのものを見たり聞いたりして記憶するだけじゃなくて、すでに記憶していることを思い出して、今見聞きしたものと組み合わせて何かを考えたり行ったりしています。例えば、車を運転するときを考えてみましょう。車を運転するときって、目では信号や他の車といった景色を見つつ、耳では外の車の走行音、車内の音楽、同乗者の話し声といった音を聞きつつ、運転っていう作業を行いますよね。それに、目や耳から入ってくる情報だけじゃなくて、運転の仕方とか道路交通法といった自分が長期記憶として持っている情報も同時に使っています。このとき、目から入ってくる情報を処理するのが視空間スケッチパッド。耳から入ってくる情報を処理するのが音声ループです。そして、目からの情報、耳からの情報、さらに長期記憶にある情報を統合して、総合的な判断を行うのが中央制御部です。このように、ワーキングメモリがあるおかげで、僕たちは車の運転をしつつ、信号や標識を見て判断しつつ、音楽や隣の人との会話を楽しむという高度な作業ができるわけです。車の運転に限らず、僕たちは普段から目で物を見ながら何かを話したり、過去の経験を思い出しながら料理をしたりといったことをスムーズに行っていますよね。ワーキングメモリはこうした日常的な行為を支えているわけです。このワーキングメモリの観点から多くの研究が進められています。例えば、車を運転しながら込み入った話をしたり、大音量で音楽を聴いたりしていると、ワーキングメモリに負荷がかかるため、とっさにブレーキを踏むのが遅くなるということが多くの研究で分かっています。ちなみに、音楽を聴きながら本を読むのはそんなに難しくないけれど、テレビを見ながら本を読むのって大変ですよね。これはワーキングメモリの観点から見ると、視空間スケッチパッドに入力される情報が競合するからと考えられます。今回の講義のまとめです。 1. 短期記憶の機能に代わるものとして、バッテリーらがワーキングメモリというシステムを提唱した。2. ワーキングメモリは、視空間スケッチパッド、音声ループ、中央制御部の3つのサブシステムから構成される。3. ワーキングメモリは、普段の日常的な行為をスムーズに行うことを可能にしている。はい、というわけで今回の講義は以上となります。この動画が良かったという方は、ぜひ高評価をお願いします。また、今回の講義についてのご質問、チャンネル全体についてのご意見やご感想がありましたら、コメント欄にご記入ください。お待ちしています。そして、このチャンネルでは、大学で学ぶ心理学が5分で学べる、
人生を豊かにする心理学の知識が身につく。こういったコンテンツを毎日投稿しています。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。それではまた次の講義でお会いしましょう。さようなら。